こちら日本は小松左京の長編 SF 小説。1976年より1年にわたって朝日新聞有刊に連載された。社会を構成するある要素が突如消え去ったら残された人々はどう振る舞うのかというテーマを通して人間社会のシステムを考察する物体を日本沈没から本作品、そして首都消失に連なる小松左京の得意とする。 シミュレーション的 SF 作品である。この作品では特に膨大な近代都市の社会システムの維持という観点を考察しているのが特徴である。それと合わせて社会をまとめる象徴とは何なのかを問うストーリーも描かれている。物語序盤で主人公の福井が潜り込むのは朝日新聞大阪本社であり、生活の拠点とするのがホテルプラザである。他にも 実在の当時の有名スポットが随所に登場し、作品にリアリティを持たせている。大阪に住む平凡なサラリーマンである福井は、ある日のシニア泥酔して混虫している間に、自分以外の人間がすっかり消え去っていることに気がつく。あてもなく潜り込んだ新聞社に偶然かかってきた一本の電話から、彼は自分以外の人間がまだ消え残っていることを知る。 やがて数人の仲間を見つけた福井は東京の人々と交流するが東京に残っていた人々は皇居から三種の神儀を持ち出して日本社会を再建しようとする宗教家の一派と反対する人々に分裂していたしかし薬物中毒の若者が動物園から解き放った猛獣が原因で宗教家は死亡するやがて社会を支えていた人々が消え去った都会はインフラが 崩壊していき、彼らの生活も緩やかに危機に瀕していく。彼らはその危機を打開するため、海外への移住を考える。福井はその中でこの事件の真相を一人考えていたが、混沌する寸前に遠くから聞こえた声のことを思い出す。ありがとうございます。